あなたは今人生のとても幸福な時間を刻み始めたところですね。でも妊娠の期間中、あなたの体はいろんな変化を経験し、そのことが歯や歯茎の健康を脅かすことがあることをどうかお忘れなく。妊娠中には歯茎の腫れや出血、咀嚼時の痛み、口臭、歯並びのズレなどが起こる場合があります。そして未治療の歯周病が原因となって妊娠中の合併症を引き起こしてしまうこともあります。そうならないようにかかりつけの歯科医で定期検診を受け、お口の健康を保ちましょう。歯茎のケアも含めて1日に2回は歯を磨き、歯間ブラシやデンタルフロスを使って歯と歯の間のお掃除も毎日しましょう。そして妊娠中に歯周病にかからないよう細心の注意を払ってください。